皆さんこんにちは。どうもタバティです。今回はじゃーん、吉野家から月見牛とじ丼という商品が出たので食べてみたいと思います。すでに牛肉と卵が絡めてあるんですが、温泉卵も入ってたので上に乗っけてみましょう。わあ、美味しそうですねこれ。で、あと紅生姜ついてました。あと七味ですね。これだけでも美味しそうな雰囲気が伝わってきます。では早速食べてみましょう。いただきます。まずこの卵を崩さないで食べてみましょう。あ、美味しそう。うん、あ、すき焼き風のタレがすごく合いますね。次に卵を崩してみましょう。で、ご飯と絡めていただきます。あ、すごい。わー、美味しそう。うん、卵を割って絡めることによってより一層マイルドになるので、この甘いタレがお肉と卵とすごく合います。美味しいです。これ今回並盛り頼んだんですけど結構量入ってますね。一応大盛りもありました。これはまた食べたくなる商品ですね。はい、綺麗に完食しました。今回の月見牛とじ丼は今まで出た吉野家の商品の中でも好きな方ですね。すごく食べやすくて最高でした。もし気になった方は期間限定なので早めに吉野家へ行ってみてください。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。